佐藤敦史のワイルドナイフ。3月29日夜10時となりました。ここからはサタチとワイルドリコーデを楽しみいただきたいと思います。5週目の火曜日ということなので、今年初の誠司さんに来ていただいてます。こんばんは。明けましておめでとうございます。幻の5週がようやく、前回が確か11月だったんで、4ヶ月ぶりかな。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。まあ会ったの今日初めてじゃないですけどね。まあ確かにね。、はい、皆様方に年に 4,5 回しか訪れない5週目。そうですね。もう、まあ、今日実は盛りだくさんでありまして、はい、中でも、なんと今年から、まあ、今年初めてから今年からって言っていいと思うんですけど、そうだね、うん、5週目の誠司さんの週にも新しくコーナーができまして、はい、最高じゃないですか。最高っすか。はい。どなたがコーナーをというのは、まあ、後々おいおい、そうだね、お話をしようかなと思いますが、まあ、今後とも第5週目の火曜日が訪れる月には、10分コーナーを継続してやってきますので、はい、ぜひぜひ。一体どなたにお願いしているのかというのは後ほどのお楽しみで。そうですね、はいはい、楽しみです。先週ですね、私佐藤敦ライブ、さあそしてここからは5週目に新たに加わるコーナーの紹介を、はい、僕とペアっちってことだね。毎回僕の時に。そうっすよ、はい、そうっす。最高じゃないですか。誠司さんの声が聞ける週にだけお届けすることができるコーナーが、はい、いいじゃないですか。じゃあ誠司さんから紹介してもらいましょうか。どう紹介すればいい。どなたがコーナーを打つと、まあコーナー名からいきますか。そうだね、じゃあコーナー名の発表を。じゃあコーナー名はですね、じゃじゃん、大倉健作の ABEX チューブっていうコーナーですね、はい、大倉健作の ABEX チューブ、はい、そうなんですよ。大倉健作さんという方がお話しいただけるということですね、はい、そういうことです。はい、大倉健作さんは、はい、どなたですか。言っちゃっていいんですよね。いいと思いますよ。あの ABEX のチューブ支社の支社長さん、支社長さんです。はい。言いにくいね、支社長さんって。 ABEX の名古屋のトップってことですよね。そういうことです。チューブ支社長、はい、そうです。このが去年の夏ぐらいから来られたのかな。確か、まあ、去年に来た新しく方ですね、はい、名古屋を統括していらっしゃる。そうです、まあ、チューブ全体ですかね。チューブの大倉健作支社長さんが、そうです、なんと10分コーナーを担当いただけると。ありがたいですね。まあ、年に4回もしくは5回ぐらいの幻の週で、はい、そうですね、幻のコーナーをやっていただけるということです、はい、そうです、そうです。これ僕先週飲んだのかな。お、確かそうなの。先週だと思う。僕は先々週ぐらいじゃない。先週から。そうかね。そうそうそう。なんだか月に1回ぐらい飲んでんだよね。なるほど。うん。まあ、密かにっていうかあれですけど、密かに。誠司さんと僕と、それから ABEX さんと、はい。まあ、ここ3年ほどですかね。そうですね、3、4年。お付き合いが実はあったんですよね。はい、そうなんですよ。で、まあ、番組、ハードロックヘビーメタルなので、うん。なかなか ABEX さんのアーティストさんをどうしたこうしたっていうのはなかなかない中だったんですけど、ですね、うん、まあ、いろんなおつながりの中で、はい、お世話になれることになりましたんで。いやまさかね、本当に出てくれるなんて思わなかったからね。しかもこれ年末にさ、うん、まあ、ご一緒したじゃないですか。そうそうそう、ちょっと一瞬コロナが収まったあたりで、うん、お久しぶりですという感じでご一緒したんですけど、そこでふっと出た話なんですよね。そうなんですよ。じゃあやりますか、はい、やりましょうみたいな感じでお願いをしてしまいました、ね、本当に出てくれて、まあ、その時なんかだべりながら ABEX チューブっていいよねみたいな話をしてたんでね。そうですね、そう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 、まあ、変な話ですけど、うん、ABEX チューブ、チューブ支社のチューブですね、うん、と YouTube のチューブをかけてるみたいな、はい、そういうので思ってもらえればいいかなと。そうなんですよ。いう感じで、まあ、多分
そうは言ってもだよ、はい、まあ、僕聞いたから知ってますけど、はい、ちょっとこうガチガチで緊張気味で第1回、はい、楽しみにどんなお話をしていただけるのかですね。僕もまだ全然聞いてないんで楽しみにしてます。一応ですね、はい、番組ハードロックヘビーメタルがどっちかといえばですよ、はい、そんな番組を目指しているので、うん、それに寄せた感じでお願いしますって言っては見たものの、はい、さあどう出てくるか楽しみだね本当に、はい、じゃあ行ってみましょうか、はい、新コーナー大倉健作の ABEX チューブお願いします。大倉健作の ABEX チューブワールドワールド、はい、どうもリスナーの皆さん、はじめまして、 ABEX の大倉と申します。実はですね、あの ABEX の中部支社っていうのが名古屋にあるんですけど、皆さん名古屋にあの ABEX があるって知ってました？実はですね、もう20年ぐらい ABEX ってあの名古屋にですね支社があるんですよ。今ね、そこの支社長を、私やっております。ちなみに昨年まではね北海道にいたんですけど、昨年の6月から、名古屋の方に赴任して、まあ、ようやく名古屋には慣れたって感じですかね。で、まあ、ちょっと今回ね、ひょんなとこから ABEX チューブっていうコーナーがですね唐突に始まったんですけども、まあ、これ第5火曜日の佐藤敦さんのワールドで行こうってあの番組、皆さん聞いてるかと思うんですが、そこの番組内の10分間をいただけるってことになりましてですね、この第5火曜日がこの年間ですね4回ほどあるみたいなんですが、この4回を、私大倉が担当することになりましたんで、よろしくお願いします。まあ、佐藤さんの番組はねヘビメタハードロックの番組っていうことなんですけど、うち ABEX っていうのはですね、なかなかハードロックの音源っていうのが、まあ、なんかなくてですね、リスナーの皆さんもヘビーメタルのイメージっていうのはあんまお持ちじゃないかもしれないんですけども、まあ当然ロックの楽曲もリリースしたことありますし、イベントもねやったりしてるんで、まあいろいろ近しい楽曲っていうのを紹介できたらなっていうふうに思っています。で、この ABEX チューブではさまざまなアーティストの楽曲の紹介とか、まあそれに関わる人なんかを、まあ、できたら招いてですね、こう ABEX とロックの関わりみたいなことについて、紹介できたらなというふうに思ってます。で、まあ、ちょっと今回ね1回目なので少しだけ自己紹介したいんですけど、まあ、ナビゲーターとしてお届けする私大倉ですけども、97年にね ABEX 新卒で入社して、反則の担当を1年やったかな。で、その後にちょっと著作権とかそっちの方の担当やって、2003年ぐらいから邦楽の宣伝の担当をかれこれもう16、17年ですかねやってきました。まあ、そんな中でさまざまなですねアーティストに関わったんですけど、まあ、こういった番組ヘビメタとかそのハードロック系でのくくりでいくとですね、まあ、相川七瀬さんとか、あと、まあ、キンキンでは騎士団なんかもずっと担当しておりました。まあ、そういう経験の部分からいろいろとねお話できることはしていきたいかなというふうに思っておりますけども、改めてよろしくお願いいたします。このコーナーはですねロックにあまり興味がないこう若い人からですね、私と、同世代の人にも聞いてもらって楽しんでもらえるものになったらいいなと思ってるので、楽しみにしててくださいね。それでは今回、まあ、ちょっと私がベラベラ喋っててもですねあれなんで、ゲストをねお呼びしたいかなっていうふうに思ってまして、この後電話でつなぐんでしばしお待ちください。その待ってる間に自分が担当してた騎士団なんですけどね、3月30日明日なんですけど、トリビュートアルバム出すことになって、ワンナイトカーニバルのトリビュートアルバムということで、オールナイトカーニバルっていうタイトルでリリースします。これはもうほんと全部全曲全編ですね、騎士団の代表する楽曲ワンナイトカーニバルなんですけども、もうそれこそ浜崎あゆみとかですね、ワニマさんとか木梨憲武さんとか湘南の風とかですね、あとビッシュ、またMCAT&ISSAなんていうなかなか洒落たところもあったり、あとスカパラですねとかで、倖田來未なんかもいて、で桃色クローバー Z もいてみたいな、もうそうそうたる面々の
ワンナイトカーニバル聴けるっていう中で、まあ、今回もう一組いるんですけども、あの内首獄門同好会さん、この方々のワンナイトカーニバルが今このリスナーの方々、聴いてる方々にとってなんかすごくぴったし合うのかな、ハードロック系で合うのかなっていうふうに思ったんで、ちょっとこれを紹介したいなと思います。それでは聴いてください。内首獄門同好会さんでワンナイトカーニバル。ワールドワールド、さて記念すべき1回目のゲストなんですが、私のね同期でもあって、それこそあのラジオのパーソナリティやったり、現在はですねリスナーの皆さんも見たことあると思うんですけど、あの有名な音楽雑誌プレイヤーでですねライターもされている高橋千恵さんにお越しいただきました。どうも千恵さん、お久しぶり。本当にお久しぶりでございます。いやいつぶりかな、名古屋この前誰かのライブで来たよね。あ、そうですそうです、グレープワインのライブに行ったりして。グレープワインね、うん、そっかそっか、そうだ。でそれであのなんかね帰れなくてね、あの雨でねあの時あの本当に災害の時になってね。そうだそうだ、うん、それであの帰れないからって僕夜呼び出されてちょっと境であの確かおごらされたような記憶あるんですけど。ちょっと待って、言い方よどうしよう、失礼しました。本当にそんな感じでお世話になりっぱなしでございます。本当千恵さん、ひょんなとこからね、はい、こんなちょっと番組をちょっとやらせてもらうことになってね。いや素晴らしいことですよね。いやありがとうございますね。これ年間4回あるんですよ。はい、千恵さん4回とも出てもらっていいですかね。ちょっとプレあのプレイヤーさんとなんか、はい、ABEX で、はい、こうコラボするみたいなことがもしかしたらこの番組をきっかけになんか名古屋でできるかもしれないなんていう淡い期待もあったりなんかして。あ、ね、そうですよね、その楽しいことっていうか膨らんでいったりしたらいいですよね。そうそうそう、なんかそうやってねこのきっかけに膨らめればいいかななんて思ってるんだけど、はい、そうですよね。私もともとラジオのパーソナリティ始めたきっかけは、うん、ラジオのナビゲーターコンテストなので。そうだそうだ、プロフィールに書いてあった。そうそう、優勝したんでしょだっていやいや、あの優秀賞。あ、優秀賞か、うんうん。いやだからほら名古屋にゆかりあるじゃないですか。そうなんですよ、名古屋大好きな街なんですよ。あ、もう嬉しいね。なんかやっぱこのほらね、これ日経 FM さん、名古屋の FM ですから。そうですよねもしかしたらちょっとあのその話聞いて、はい、まあ、俺よりあの高橋恵さんやってくれませんかって話になっちゃうかもしれないけどもうそれはそれで非常に嬉しい話なんだけどですよね、本当にちょっとここからまた広げていけるような感じで。いやいや、もうそうですね、お願いいたします。はい、うん、こちらこそお願いします。 それでね、はい、まあ、この番組のリスナーの方々は、はい、まあ、結構ハードロックとかヘビメタとか、ここなんかこうお好きな方が多くて。そうなんですよね、うん、で、まあ、ちょっと、ね、前段でもねこれ話したんだけど、 ABEX ってほらないじゃん、うん、ね、ハードロックって。俺もなんか入社してからそんな携わったことないな、みたいな。ロックはあったけどさ、はいはい、でそんな中でちょっとその今プレイヤーにいらっしゃるっていうところで、はいはい、最近でこのハードロックのシーンっていうのが、ええ、まあ、どんな感じになってんのかとか、はいはい、そういうのをちょっとお伺いしたいなと思って、これリスナーさんとか聞きたんじゃないかなと思ってんの。これは本当に、はい、この話が決まったからとか、ここ今の場があるから言うわけじゃないんですけど、うんうん、ハードロックのムーブメントがここ数年で来ると思います。お、来る。はい、それのなんかまあ土壌として一個ちょっとまず私が言えるのは、うん、今私が推してるバンドが10代の男の子たち4人組なんですけど、はいはい、ウェンディーっていう男の子たちがいて。ウェンディー、はい、彼らがやってるのが完全なアメリカのハードロックなんですよへえ、そうなの。なんでこの時期にそういう音楽性で行くんだろうって最初は本当不思議でしょうがなかったんですが、うんうんうん、あの今その10代の彼らにとってはもうその音が新鮮だったわけですよね。え、今その人たちは、はい、どこで活動してるの。東京。そうです、東京のライブハウスで。あ、そうなんだ。もうちえちゃんも何回も見に行ってんだ。あ、もう私は本当何回も見に行ってます。じゃあもしかしたらそのウェンディさんたちが引っ張っていくかもしれないね、そうなると。いや、そうなの。新しいちょっと流れ、その音楽シーンの潮流というか変わる時に彼らがなるかもしれないなっていうぐらいの期待を持ってますね、私は、はい。え、その人たち名古屋に来ないの。今はね、都心を中心に活動してるので。そっかそっか。もちろんそのね、ツアーに出るなんていうことがこの先あれば、うんうんうん、お待ちいたします。はい、
そうですね、まあなんかちょっとすごい、ね、あの先の話なのかもしれないけど、このねコラボイベントみたいなのもできたらいいななんて思ってるんで。いいよいいよ、どんどん行きましょう。だったらその時にねウェンディ呼びたいとこだね。見てもらいたいです。本当に私が自信を持って言えるバンドなので。いやもうこのプレイヤーのね、やっぱライターの高橋恵さんがそうやって太鼓判を押してるバンドって、でまたそのシーンも来るってさ、やっぱあのリスナーの皆さんもね、もうあのそこは来るっていう話を信じて、ちょっとハードロックをですね引き続きこう応援していくみたいな、まあそういった体制をですねもう取ってってもらいたいなというふうに思っております。はい、いやなんかねこうやって喋ってたらね、もう縁も高輪なんですよ。もうそうですよね、プリンスホテルですよね。そうなんですよ、縁も高輪プリンスホテルになっちゃってるみたい。言うよね言うよね、昭和世代は言うよねこれは。まあすいません、ちょっと縁も高輪っていうことで、はい、最後にですね、ちえさんのこうおすすめの曲ってのをですね、はい、ちょっとこの番組で紹介したいなと思ってますんで、ちょっと曲紹介お願いできますか。わ、はいはい、かりました。じゃあ触りだけでもちょっと聞いてもらいたいなっていうのが、まあ、この番組ですし、あのマミザミッションっていう番組も、はいはい、もう存じ上げてますよ、はい、彼らがあの去年の11月かなに出したアルバムの中に ACDC のカバーでサンダートラックをやってるんですね、うん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 、もうこれが本当に素晴らしい出来のカバーなので、ほうほうほう、 ACDC のファンという方はもちろんですし、うんうん、あの本当これちょっと一回聴いてもらいたいなというところで、その曲をぜひお届けしたいと思います。いやもうこれぜひ聴いていただきましょう。はいはい、じゃあ千恵さん本当あのありがとうございます。ありがとうございました。ワールドワールド、はい、というわけであの大倉健作のエーベックスチューブいかがだったでしょうか。ちょっとペラペラとね喋りすぎたところもあったんですけど、まあやっぱ音楽の話ってね好きないなっていうふうに思いますんで、またこの千恵さんをね次回もお呼びしてですね、まあいろんな音楽の話できたらなっていうふうに思ってますので、まあ年4回ですけども、リスナーの皆さん、今後とも引き続きよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。エーベックスチューブ支社長大倉でした。大倉健作のエーベックスチューブてな感じで、大倉健作さんありがとうございました。喋りうまいねてか飲んでても面白いもんね話が。まあね、うん、いい声だし そのままだなってね。はい、第5週目の火曜日がある月には、はい、また登場していただきますんで、どんな話が飛び出すやら、ぜひぜひ。なんかあれでしたね、んプレイヤーのライターの、はい、名古屋大好き高橋千恵さんが、ね、登場いただきましたけど、今度名古屋来た時言ってください。本当そうだね、ご一緒したい。ぜひぜひ。でもあ言ってましたね、あのハードロックのムーブメントはここ数年で来るんじゃないかね。うん、4人組のウェンディさんでした。はい、ぜひぜひ名古屋に来ていただきたいところか、ね、本当に音源ができた暁には、はい、ぜひオンエア、あ、まあ、コーナーでもやられるかな。そうだね。でも どんなんだろうね、ちょっと気になる。アメリカの音楽、ね、今やってる若い子たちっていうのね、10代って言ってたでしょ、うん、10代って言ってた。ちょっと興味あるよね。でもね、まあ、ヨーロッパで考えると、うん、まあ、クラッシュダイエットとかサンタクルーズとか、うん、レックレスラブとか、そのガンズ&ローゼズとか、うん、まあ、そこら辺あたりの音楽に影響を受けて、うん、今の世代がバンバン出てきてるんですよ、うん、フィンランドあたりから。なるほどね。でこれはアメリカでは見られない動きというと変なんですけど、うん、その当時の LA メタルなんかを崇拝しているような感じで出てくるわけですよ、はい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 、見た目的にも。お父さんとかが聞いてたとかね。そうそうそう、まだ下手したら生まれてないでしょっていうぐらいの世代が、ね、うん、あの LA メタル大好きみたいな感じで出てくるんですね、うん、でこのあたりも面白い流れに乗っかってるんじゃないかなと思いつつも、うん、日本でもその動きがあるのかという感じで、ね、ちょっと興味あるね。だって見たことないもんね。そうですね、うん、ちょっと個人的な話それちゃっていいですか。どうぞどうぞ。今ふと喋りながら思い出したんですけど、うん、大事件がありまして、うん、ヒートっていうボーカリスト、うん、ヒートっていうバンドがあるんですけど、はい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 、エリック・グローベルっていうそのボーカリストがいるんですが、うん、脱退されたんですよね。そうで以前の、うん、まあ、ボーカリストがヒートに戻った形になって、うん、彼今後どうするんだろうなと思った矢先に、うん、大手術をされて、そう
白血病だったんじゃないかなと思うんですけど、ただ池江璃花子選手と同じように復活してくるんですよ、うん、なるほど。で昨年年末ぐらいですかね、復活していろんなカバーなんかを YouTube でコンタクトお元気な姿が見れたと思ったら、うん、ニューホライズンっていうバンドをですね、うん、ヒートのキーボーディストのメンバーと組んで、うん、もうニューアルバム出しましたからね。へー、つい先日。すごいね。と言っていたら、うん、なんとスキッドローのボーカリストに抜擢された。へー、スキッドローよ。で、ね、なんでエッグロベル知ったかっていうと、うん、まあ、歌番組でさ、うん、あのスターを目指せじゃないけど、うん、ギター一本弾き語りでいろんな新しい若手の子たちがボーカルオーディションやってるような番組あるじゃないですか。あれに出てたんですよ。へー、そんな彼が優勝したと思うんですけど、うん、なんとこうエレキギターアコギ一本で、うん、AT&Life とかを絶叫しまくってるのとか上がってたんですよ。へー、あ、これ誰だと思って、うん、最初で、そんなの見てから、うん、今ヒートに入ってんだ、ヒートっていうバンドいるんだ、うん、でヒートをかけるようになって、でヒートやめちゃったんですけど、うん、去年えって思ってたらスキッドロー入ってるみたいな。へー、まだ発表されたばっかりなので、うん、発表されたと同時に1曲彼が歌ってるスキッドローの新曲がちょっとネットでも紹介されてるんですけど、アルバムはちょっと先にまだ出ますんでめちゃ楽しみ。そうだね。それもそのハードロックムーブメントがここ数年来来るかもよっていうのに、うん、うまく乗っかってるんじゃないか。あ、だってリックロードって若手だよ、うん、今の若いまだ20代だと思うんだけど、うん、の彼が、あ、もう30いってたらごめんなさいって感じですけど、うん、ぐらいの今の世代が、はい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 、元っていうかまだ元気だけど お父さん世代だね。そうそうそう、うん、と一緒にやってるっていう、ね、すごいよね。新しい形でもあるし、うん、スキッドローにエリックが入ったってことは、まあ、新たな動きになるんじゃないかなと思うので、うん、まあ、今後とも、うん、いろいろちょっと追っかけてみていきたいな。なるほど。そんな、まあ、そうやって時代がこうやってつながれるんだろう ね、 多分ね、うん、そんなムーブメントを背負うかのようにウェンディさんにも頑張っていただきたいですし、はい、ぜひ高橋千恵さんとも一回ご一緒したいなと。そうですね。大倉さん、またつないでくださいね。よろしくお願いします。ということで、はい、次なる第5火曜日にも登場いただきますので、それまたお楽しみにということですね。そうですね、はい、僕もちょっと楽しみにしてます。あのやっぱここで初めて聞くとすごい新鮮なんで。そうですね、はい、そうですね。まさかマインザミッションの ACDC が来るとは、はい、あ、それから言っとかなきゃいけないですね、うん、明日岸田さんのトリビュートアルバム、うん、そうですね、が発売になるということで、ワンナイトカーニバルを皆さんがカバーして、うん、オールナイトカーニバル、カーニバルねというアルバムが明日発売になりますんで、うん、ちょっと面白そうだよね。面白そうですか。面白そう、まあ、どんな人たちがどんなことをやってるのか、いろいろそうそうたる名前出ましたから ね、はい、まあ、これも明日発売されますんで、ぜひ楽しみにチェックいただければと思います、はい、じゃあここで一旦 CM いきましょう。佐藤敦史のワイルドで行こう。セックスマシンガーズのあんちゃんです。2022年1月から毎月第3火曜日の佐藤敦史のワイルドで行こう。